FM802 スーパーファインサンデーをお聞きの皆さん、 DJ の浅井博明さん、おはようございます。お久しぶりです。ビートガーデンの優斗雅人です。今朝は休日がスーパーファインになる僕たちビュートガーデンの、ビュートガーデンのビュートガーデン見てましたね、ビューティー入っちゃいますね、はい、ビュートガーデンのおすすめの一作をご紹介します。はい、スーパーファイン、極上なという言葉みたいで、うん、はい、極上な僕たちの一作、いやもうめちゃくちゃ感じるやつか、うんうん、まあ、朝だからね、朝ですからね、うん、はい、僕からいいですか、言うから。どうぞ、ゆうさんお願いします。僕はあの矢沢永吉さんの成り上がりという本があるんですけど、皆さんもご存知の方も多いかと思うんですが、はい、あの僕埼玉から大阪に行って、今のメンバーと出会ったんですけど、その大阪に行く前に読んで、これ行かねばと思った本なんですが、はい、その本の中で矢沢永吉さんがまずこう自分の誕生日プレゼントが、うん、卵、生卵があるじゃないですか。ほう、おばあちゃんと住まれてたんですよ、うん、で誕生日は卵が2つになるっていう、へー、毎朝ね。それもなんか当時僕も全然お金もちろんなかったんで、うん、なんかあ、こんな甘い考えじゃダメだなと思ったところもありましたし、うん、どんどん、まあ、キャロルっていうバンドをその後組むんですけど、はいはい、そのメンバーをこう変えていくんですよね、うん、自分が成り上がるために、うん、なんかそこのこう精神を持って大阪に行って、うん、でもう本当に勢いのある仲間、俺と同じ志を持っていける仲間いないんじゃないかなということで大阪に行って、今でもなんかちょっとこう自分が元気なくなったり、あの頃の気持ちを忘れそうになったら、繰り返し読んでるのはこの一冊だけかもしれないぐらい大事にしている僕のバイブルですね。思い出しますよね、当時の気持ちなんか。すごい思い出すね。もっといけるね。成り上がろう。うん。もうこんな簡単に使っちゃダメですよね。そうです、成り上がろうとかね。ちょっと間違ってたんで。はい。うん、すいませんでした、はい、本当に。マスト君どうですか。はい。まあ、僕も今の感覚で言うと少し似てる部分があるんですけれども、はいはいはい、EXILE さんの、うん、EXILE エンターテインメントというアルバムが、2004年に出たアルバムがありまして、はい、これがまあ僕のスーパーファインの一作なんですけれども、うん、これも僕が全く音楽は興味なかったんですけど、はい、お兄ちゃんが買ってきてくれた CD だったんですよ。あ、そう。それを本当に流し聞きをしてる中で1曲、うん、M&A という曲があって、はい、歌ってこんなに胸に刺さるもんなのかと、当時の僕に刺さったんです。そんなロマンチックな声してないんですけどね、その時。でも好きな人とかいたの？いや、いました、ずっと。あ、そう。で、それでちょっと目覚めたアルバムだったんですよ、うん、なるほど。でその時にされた2004年の EXILE ENTERTAINMENT という DVD、 ライブ DVD を、うん、もう本当に言葉だけじゃなくすり減るよぐらい見てて、うん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 、それを今になって聞いたり、うんうん、今になって見たりしてるんですよ。なるほどね。なんかちょっと今になってこう思い出したい気持ちというものが思い浮かぶという、うん、皆さんもぜひ、はい、素敵な日曜日を過ごしてください。お二人のスーパーファインな一作はいずれもこう二人のミュージシャンとしての原点でも言えるような作品、ゆうさんが矢沢永吉さんの自伝の本ですね、成り上がり、そして雅人さんはエグザイルの2004年のアルバムエグザイルエンターテインメントを挙げてくれました。ということでそのアルバムからエグザイル一曲をお送りしましょう。矢沢が染みる45年間のメロディー、矢沢永吉初のバラードベストアルバム、スタンダードザ・バラードベスト、大ヒット発売中。詳しくは矢沢永吉オフィシャルサイトを検索。